お願いします。この度菅総理から厚生労働大臣をやるようにというお話がございました。私はこの1年間長妻厚生労働大臣の下で副大臣を務めてまいりまして、厚生労働行政というものが国民の皆さんの生活に大変密着している重要な施策だというふうに考えておりまして、今度その大臣という職につきまして本当に身の引き締まる思いでございます。厚生労働省のこの行政というものは子どもから大人まで、またこの生まれてから亡くなるまで本当に国民の皆さんに一人一人大変関わりのある行政でございます。そういう意味で国民の皆さんからは大変期待されている行政でもあろうかと思います。まあ、そういう中で、現在少子高齢社会が進行しておりますし、また雇用なども大変厳しい状況にございます。そういう中で、子ども手当などの子育て支援とか、あるいはまた年金、医療、介護、そういう社会保障の強化、あるいはまた派遣法の見直し、労働者派遣法の見直しなども、これまた労働の施策としてしっかりやっていかなければならないというような、本当にたくさんの課題を抱えております。まあ、そういう仕事の大臣としてこの度担当することになりました。やはりしっかりこの厚生労働行政を進めまして、国民の皆さんから信頼を得ること、このことが大変大事だというふうに思っておりまして、私もしっかり取り組んでまいりたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いをいたします。はい、質問どうぞ。はい、じゃあ毎日新聞の問題で、大臣ご自身の考える国民に対する構想の厚生労働大臣と長妻大臣の改革をどう組織改革をやっていったことをどう評価して、どう変えるかの具体的な教えてください。はい、私はこの1年間長妻大臣の下で副大臣として支えてまいりました。そういう意味で長妻大臣のこれまでの基本的な考え方なり方針というものについては、政務三役でもしばしば話をしながら進めてまいりましたので、私は大臣のその考え方に考え方を引き続き踏襲してまいりたいというふうに思っております。はい、年金給付問題についてお尋ねします。はい、まあ、今のその部分と伺うんですが、大臣の下で上田議長を見つけた彼を見ています、今年度予算を確か、来年度予算を1300億円ぐらいで受けて、予算も膨らんできて、本当に最後にいつもやれば何千億円も補佐から可能性があるというところで、その兼ね合いというのも大事なんじゃないかという議論があると思うんですが、その辺り大事なのかな。ですね、長妻大臣はとりわけ年金問題については大変熱心に取り組んでこられまして、
年金記録の問題については、この22年23年ので金も人も投入してしっかりそれをやっていこうということで進めてまいりまして、年金記録については1期4年でできることをやっていこうということで進めてこられておりましたので、それは私もそれは同じように進めていかなければというふうに思っております。はい、じゃあ最後でお願いします。はい、大臣はこれまで副大臣として雇用対策というのを考えておりまして、菅総理も、雇用対策というのを力を入れておりますが、これまで緊急事態対策というのはいろんな雇用対策というのは盛り込まれていますが、大臣になったことでですね、新たに今後、補正なども検討されているわけですけれども、新たにこういう対策を雇用の対策を打ち出していきたいというような思いの大臣はどのような思いですか。雇用についてはですね、今雇用情勢が大変厳しくてですね、失業率が 5.2% ですかね、求人倍率が 0.53 という、大変厳しい状況でありますから、これに対してはですね、もうあらゆる施策を打ちながらこれを改善していかなければというふうに思っております。そういう意味では雇用の維持については、雇用調整助成金、雇調金の運用も的確にやっていかなければいけないと思いますし、それから職業訓練などをしながら再就職へのこの生活給付もしながら再就職を支援していくという、基金事業などもですね、これも強力に進めていくということも、これもしっかりやっていこうというふうに思っています。それから高木文部大臣もお話があったと思いますけれども、この新卒者のこの雇用については、これは若者が社会に出ていくときにですね、それがそのスムーズな形で社会に出ていけるように、これは私どもとしても本当に力を入れてやっていかなければならない施策だというふうに思っておりまして、これをまたしっかりやっていきたいというふうに思っております。はい、それでは以上をもちまして細川大臣の記者会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。